立高市駅は、北海道岩見沢市栗沢町、立高市にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号は区を。1976年の立高市駅と、周囲500メートル範囲。上が、岩見沢方面。少しずれた、相対式ホーム2面2線で、個線橋はまだ設置されていない。道道340号線から、 踏切手前の細い脇道を入り込む、分かりにくい位置にあり、駅舎は普通の駅と異なって、切り妻が線路方向を向いた横置きになっていて、改築した現在も同様に横向きに置かれている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成線路輸送造強のために、信号場として設けられ、抽選とともに役割を終えて、廃止となるところを、 町内有志による陳情とホーム造成により、開駅となった。当初は、信号上の本屋を駅舎として流用したため、待合室を持たなかった。当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語の、クッタウニジを当てたとする説や、当地付近の小高い丘に、栗の木が多いことから付けられたは妙であるとする説がある。短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、 線路の東側に存在する、点鉄器を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム2面2線を有する単線区間と複線区間の接点となる列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは1番線ホーム中央部分。五線橋は L 字を背中合わせにつけた形態であった。線路東側の駅舎側ホームが上り1番線。 対向側ホームが下り2番線となっていた。その他2番線のみに安全側線を一線、有していた。かつての旧ホームと古戦橋や廃止された下り線はまだ残存している。また、ホーム付近の岩見沢方の線路は、点鉄付きの名残で湾曲している。追い分け駅管理の無人駅。駅舎は、校内の東側に位置し、短式ホーム北側に、 ホームに対し正面が90度の向きで接している。友人駅時代の駅舎は改築され、阿弥陀駅、三河駅、古山駅と同型の駅舎となっている。ただし、当駅のみ、長さが短い。駅舎内に、待合所の他管理事務室、トイレを有する。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。田園地帯の集落にある駅で、農家の経営する。 飲食店も見受けられる。その他様々なゴルフ場が点在していることから、ゴルフ場銀座とも呼ばれる。かつては、ユニ駅から東駅まで伏線区間であったが、1990年に栗山駅東駅間の下り線にある、栗山トンネルの明かり取りの部分が崩壊したため、栗山駅東駅間の下り線を廃止して、単線区間になった。修繕されず放棄されたトンネル。 ありがとうございます。